昨日ね、ポケモン昨日買いに行って帰って、別にポケモンはまだしてないんだけど、でね、なんかなんかもじょもじょしてたら、なんかこう寝て起きて、あれだね、もう今日はね、いたしてないってね、ファン感謝礼っていうね、あのパチンコパチンコ屋さんでファン感謝礼っていうのね、あれ、ファン感謝礼っていうのは、パチンコ屋さんがファンに感謝してくれるわけじゃなくて、なんかファンが店に感謝するファン感謝でっていうのあったんであったんでのやつなんですけどね。ねえ、ほんとにね、ほんと深刻な問題だよ、ほんとにね。いや、じゃあ明日は、じゃあ明日は大丈夫だな。いや、その、あれだ、もしかしたら、いや、いちいちガルちゃんはさ、決済いたしました、いたしてましたって、さすがにそんなの報告してないけどさ、いたしてない時に本当にみんなが負けたから、もしかしたらこれワンチャンあるのかな。嫌だ、ジンクス。乾杯します。お酒飲みます。今日もよろしくお願いします。っていう感じでね、その後ラーメンの話してたんですけど、なんだろうね、今日何かマイナスなイベントあったのかな、なんかわかんないけどさ、まあ、ガエちゃん今日朝だいたいいたすけど、今日はいたしてないから、おのおののパチンカスに正規を与えられてないっていうのが、あれかな、敗因かなって思ってるんですけど。ファン感謝で。いや、体調悪いのじゃねえよ。体調悪いわけじゃないけど。なんかゆっくり寝てたんだよ、普通に。ゆっくり寝てゆっくり起きたんだよ。さっき起きたんだよ、マジで。ね。で、オンガルーのやつの前よりしようね。アゴラさん。なんなんだよ、なんか、ガルさんもおうちのために頑張れて、なんだろ、体調悪いか気ぃつけてな。ハッシュタグもっといたしてやめろ。マジで、ガルルちゃん寝起きに出すタイプ、そうですね。大体そうなんですけど、さあ、本当に、だからそれで今日はね、なんか今日は遅めにゆっくり寝てゆっくり起きたから、なんか、いたしてないっていうのが、敗因かな。大体勝ってる時なんか金曜日とか土曜日とかで大体出してるけど、今日は出してないから。それだよ。それだよね。そんな感じなんですけど。ね、声がおとなしいのさっき起きたからだね、普通にね。でね、いっぱい、一缶しか飲んでない。ね、とりあえず名前呼びしよう。